はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、先日ね、公式チャンネルにて、公開されました遊戯王デジタルネクスト、こちらのですね情報の、まとめと、考察、こちらをですね私なりにまとめてきましたんで、ちょっと発表していきたいなというふうに思っております。まあ、ラジオ的な感じなんでね、聞き流していただければなと思うんですが、あのまずはですね、あの公式動画をね見てから、あの私の動画見ていただくと分かりやすいかなと思うので、まずは公式動画を概要欄に貼っておきますんで、よかったらそちらを見てから、見ていただければと思います。早速やっていきましょう。まずはですね、遊戯王ラッシュデュエル最強バトルロイヤル、こちらの、情報、新情報について、まあ、新情報っていうほどの情報は別になかったんですけど、まあ8月12日にね、Nintendo Switch から、ラッシュデュエルっていう、ゲーム、新しいねが発売されますよと、だからみんな遊んでねっていう、まあ、そういう情報でございました。で、個人的に思ったことなんですが、まあ、やっぱりねラッシュっていうのはテキストもルールもすごい簡単で、まあ、基本的に低年齢層に向けたゲームなんだろうなと思うんですよ。まあ、要はあのリンクスとかマスターデュエルとかとは違うね層の獲得を目指したものなんじゃないかと。で主なターゲット多分ですけども、まあ、ラッシュデュエル多分小学生から中学生くらいかなと思ってるんで、20代から30代くらいって、まあ、昔遊戯王やっててかじってて他世代が今多分大人になってると思うんですよね、僕みたいな。で、もう今息子とか娘が生まれてね、で自分の子供と一緒にね楽しめるように、まあ、そんな感じで作られたのがこのラッシュデュエルなのかなと。ちなみにラッシュデュエルはね、体験版結構がっつり遊んだんですよ私。なんでちょっと別途ねラッシュデュエルの感想の動画は動画にしたいなと思うんで、そちらをぜひお待ちいただければなと思います。はい、さあ皆さんお待ちかね、遊戯王デュエルリンクス、こちらの新しい情報についてなんですけども、情報をまとめておくと、まず2021年内に遊戯王アーク5ワールドが実装になりますよと、ゆうやくんがね実装になるっていうことですね。ペンデュラム召喚というあの新しい召喚方法が実装になるよっていうことが決定しまして、まあ、時期は未発表だったんですけど、まあ、多分10月だと思います、例年通りであればね。でキャラゲーが好きな、層とか遊戯王を手軽に楽しみたい層っていうのは引き続き遊戯王デュエルリンクスを楽しんでくださいねっていうようなことが公式から発表されましたんで、まあその辺でそのなんだろうな、マスターデュエルとか OCG とかと差別化を図っていくみたいな感じになるんだと思います。で個人的に思ったこといくつかあるんですが、まず1個目、ペンデュラム召喚っていう、まあ、召喚方法について、これがやっぱりね難しいっていうイメージがねどうしてもあるんですよ。ちなみに僕もどっちかっていうと苦手で、ペンデュラムデッキ全然触ったことないんで、OCC の方でもそうだったんですけど、実はねちょっとある程度離れちゃう人はいるんじゃないかなっていうのが予想です。まあ、これ OCC の方でも起こったあの出来事でございますんで、まあ、デュエルリンクスもしっかりなのかなと思いますね。で、あのね、ただしですよ、実際やってみたら面白いのが大体遊戯なんですよ。大体実際やってみたら面白い。なので、まあ、その面白さっていうのを伝えていくのが僕らね、動画クリエイターの仕事なのかなと思うんで、まあ、ペンデュラム召喚の方法についてとかはまた別途ね、解説的な感じで動画にしたいなと、思ってますんで、まあ、そちらをね、お待ちいただければなと思います。レディース&ジェントルメンつって、主人公さん登場するんですけど、アニメ僕、アークファイブのね、半分くらいまで見てね、やめちゃったんでね、もう一回ちょっと一から全部見直そうと思います。はい。なんかアニメがあんまり好評じゃないんですよ。アニメ、遊戯王ファンから。まあ、その辺の、まあ、ちょっと理由も探りながらね、ちょっと見ていこうかと思うんで、ちょっとすげえ時間かかると思いますけど、やべえ作業をね、これからしようと思います。はい。で、まあ、個人的に思ったこと二つ目なんですけども、魔法タップゾーンとペンデュラムゾーンって、別になるのか、それとも共有になるのかっていうのも問題がありまして、ペンデュラムモンスターっていうのはモンスターでもあり魔法カードでもあるんで、ペンデュラムスケールっていうところにセッティングして使っていくことになるんですけども、まあ、これに細かいことはねまた別の動画でやりますけど、ペンデュラムゾーンと魔法トラップゾーンが共用になった場合って、リンクスって魔法トラップゾーン3つしかないんですよね。大丈夫かなっていう3つのうち2枠ペンデュラムで埋められちゃうんで、もう1枚しか使えないっていう魔法トラップが、これ大丈夫かなっていう点。だからスケールセッティングしたらもう魔法トラップ1枚しか使えないんですよね。これ大丈夫かって。まあ、でも手札がそもそも4枚しかねえから、なんかそのペンデュラムスケールにセッティングしたところで出せるモンスターそんなに多くないと思うんですけど、はい。で魔法トラップゾーンとペンデュラムゾーンが別になった場合は、これはまたこれはこれで画面どうなるのっていう、すげえカード見にくくなりそうだなと思って、要は
今まで通りの画面ではペンデュラムゾーン別にできないんで、その別にペンデュラムゾーンを用意する場合は多分あのシステムのなんだろうな、表記が変わるんですよ。カードの置く場所が変わるから、2個増やさないといけないんですよね、ゾーンを。だから今のデュエルリンクス の画面ではできなくて、多分システムが更新されると思うので、これなんか見にくくなりそうだなっていうのがちょっと不安ですね。で、個人的に思ったこと3つ目なんですけども、多分ですよ、ペンデュラムを実装しないと、もう実装するカードないんですよ。多分もうメタ切れ感が結構やばくて、リンクスに実装されてるカードってもう OCG の半数以上実装になってるんですよね、実は。なので新パックを実装したくても、もうね、カードのメタがねえっていう。これになってる可能性は結構あるなと思って。だからペンデュラムとかリンク召喚を実装しないと新パックが出せない問題に直面しているからこそ、ゼアルワールドが来るまでは一回待ちましたけど、DS オーディオ挟んでね、一回待ったけど、ま、もうあのアークファイブはボンって出すと、もうカードのネタ早く出させてみたいな、ペンデュラムリンクのカードいっぱい出させないと新パック無理みたいなことになってる可能性はあるなと思いました。でね、リンクス未実装カードっていうのはもうペンデュラム、それからリンク、それからぶっ壊れすぎて実装ができないカード、なんだろう、例えばなんかそのブラックホールとかさ、ああいう、まあ、激流層とかそういうなんか実装できないカードとか、あと実装タイミングを逃していたカードしかないと思うんですよ。落とし穴とかね、最近実装だったんですけど、落とし穴もうなんか5年前くらいに実装になってよかっただろうみたいなカードなんですけど、まあ、そういうあのカードしかないと思うんで、まあ、そういう理由がちょっと含まれてるんじゃないかなと思いました、このワールド実装の裏にはね。で、個人的に思ったこと4つ目なんですけれども、今回マスターデュエルと、クロスデュエルっていうのが新しくね発表になったんですが、デュエルリンクスに対してはやっぱりね、キャラゲーっていう位置づけを、まあ、公式でも言ってましたけど、位置づけをより確立させてほしいと思ってます、個人的には。やっぱりですね、ラッシュとマスターと OCG とリンクスっていう、遊戯王コンテンツだけでもこんだけの数があるんで、人が分散されちゃう問題はどうしても発生すると思うんですよ。なんで、まあ、リンクスってキャラゲーであるっていうのがいいところだと思うから、アニメで活躍したカードを活躍させるようなスキルの実装とか、あとアニメに寄せたようなね、あのイベントの開催とかレギュレーション戦の開催とかっていうのを、まあ、たくさん開催してもらって、そのなんだろうな、ごっこ遊びを、まあ、その存分に楽しめるコンテンツとしてデュエルリンクスというゲームは作っていってほしいなと思います。どっちかというとその競技志向は多分マスターデュエルの方になると思うんですよ、多分ね。なのでデュエルリンクスはなるべくそのなんか楽しんでできるような、そういうゲームにしていってほしいなと個人的には思ってまして、僕はですね、カードゲームとしての遊戯王ももちろん好きなんですけども、それ以上にごっこ遊びができるデュエルリンクスが好きなんですよ。ファンサービスだとか言いながら外役デッキを使ったりとか、なんかそのそういうなんだろうな、そのキャラクターになりきってデュエルをするっていうのが結構好きなので、多分もちろん今後もデュエルリンクスは続けると思うんですけども、そういう遊び方ができるデュエルリンクスを今後もね、より一層確立させていってほしいなと。これによってそのごっこ遊びの層っていうのを、まあここのデュエルリンクスっていう層に固定させてほしいなというふうに思っております。で、マスターデュエル実装によるデュエルリンクスへの影響についてはマスターデュエルのところでちょっと喋ろうかなと思います。で、お次はもうお待ちかね、遊戯王マスターデュエルというこちらの実装についてですね、情報をまとめておきますと、まずですね、 OCG、TCG をデジタルカードゲーム DCG として遊べるゲーム、これを発売しますよ。これがマスターデュエルというものですよということですね。で、時期は未定ですよと、なんかいつかは分かりません、まだ。で、プラットフォーム、まあ、展開されるプラットフォームはめちゃくちゃ多くて、あ、ちょっとカッコ抜けてんな、 PS5 と PS4、Xbox シリーズ、それから Steam、そして Nintendo Switch、Android スマホ、iPhone っていうめちゃくちゃ多岐にわたるプラットフォームで展開してくれるらしいんですよ。これはすごいですよね。 PS4 で遊んでて、iPhone でも遊べるみたいなことができるのかどうかちょっとわかりませんけれども、基本的にそのターゲットにしている客層は OCG、TCG、こちらをガチで遊んでいる人向けの商品であるということが明言されておりました。で、WCS、まあ、世界大会ですね、ワールドチャンピオンシップの、正式種目としても採用するよということが発表になっておりました。熱いですね。で、これに関して個人的に思ったことなんですけれども、やっぱりね、単純に面白そうですね。
あの OCG はやっぱりデジタルでできるっていうのは嬉しいです。あの僕みたいな友達がいない系実況者は対戦相手がいませんのでウルインクスをやってるみたいな側面もありますから、だからマスターデュエルを、行うことによってその世界中の誰とでもつながれるっていうね、これは嬉しい。で、もう一個、LOTD どこ行ったっていうリンクなんか、レガシーオブザデュエリストっていう、なんかあの闇に葬られているこのあのゲームね、あのゲームどこ行ったっていう話、これ一個ありますね、はいまあちょっとだけ触れられてましたけども、なんかキャラゲーっていう位置づけに一応あるらしい。 LOTD はもうやる人いなくなるんじゃないかなこのゲームは。で、動画で、公式の動画では重厚感のあるエフェクト、そして 4K 解像度であることが紹介されておりました。期待感がすごいですね、これに関してはめちゃくちゃ楽しみですね。すごかったエフェクトも、よかったら公式とか見て。でもうこれをねしっかりと作り込んでいただければ DCG の覇権は握れそうだなというふうに私は思っております。あのうちではあのプレイステーション5で遊んで、外ではスマートフォンで遊ぶみたいな、デュエルリンクスでいうとこの PC 版とあのスマホ版でそのなんだろう、あのアカウントが同じみたいなことできると思うんですけども、みたいなことができたら最高だなと思ってます。でさらに、まあ、あのもちろん OCG が元になってますんで、デュエルロワイヤルのデュエルとか、あと04環境デュエルとかなんかもできるんじゃないかなと。なんかそのレギュレーション戦もなんかその公式で開催していくよみたいなことを言ってたんで、まあ、こういうねその面白いね対戦方法が、どん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 、まあ、なんだろうな、文化として生まれていけば、マスターデュエルもねかなりやりごたえあるゲームになるんじゃないかなと思ってます。で個人的に思ったことの2つ目なんですけども、これがね結構ね懸念事項でございまして、これですね、カードはどうやって入手するのか、これが一番重要だと思うんですよ、マスターデュエルに関しては。まあ、の方法というか、まあ、選択肢としては、まあ、パックで課金する、まあ、デュエルリンクスみたいなねパックで課金する、それからサブスク、あの要は月額いくら、月額例えば1000円とかであのずっと遊べるよみたいな、あのプレイステーションナウとかと同じような感じでとか、まあ、もしくは周回、デュエルリンクスでいうところ のクソみたいなねゴミ作業を強いられる周回なのか、それともカードを読み込む、例えばね OCG のカードを持ってきてそれをなんかそのデータで読み込ませたらなんかそのマスターディールでも使えるのかとか、まあ、いろいろ方法はねいくつか多分考えられるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、私個人的に考えているのが一番有力な方法としてはやっぱパック課金が有力で、まあ、要はデュエルリンクスみたいな感じでパックを課金させて買わせると、で時点でサブスクかなと思ってるんですよね。これねコナミやっぱりね頭がいいんですよ。あのお金を稼ぐということに関してはすごい頭が良くて、同じカードに3回課金させるっていうことができるんですね。だから、まあ、要は OCG で買わせる、でデュエルリンクスで、データで買わせる、でマスターデュエルでデータで買わせるっていう3回課金させることで利益を最大化しようとしている作戦なんじゃないかと思うんですよねつまり僕らは財布ポイントきつすぎ問題が発生する可能性があって、その要は3回同じカードを買わないといけないんでめちゃくちゃきついんですよ。だからちょっとねここがどうなるかはちょっと分かんないんだけど、まだこれ予想でしかないんだけど、もしパック課金になったらかなりやべえと思う。リンクス、マスターデュエル、 OCG 全部に手を出すのはね至難の技ですよ、財布ポイント的にも、まあ、時間的にもね。嫁にぶっ壊されるんじゃないかと思うんでこんな全部買ってたら、だからカード入手の方法によってはプレイヤー人口は変動するだろうなっていうのは思いました。で個人的に思ったこと3つ目なんですけども、これも懸念事項でございまして、マスターデュエルの実装でデュエルリンクスはサービスが終了しちゃうんじゃないかっていう問題について、これに関して私の予想ですね、ある程度人は流れます、ただしリンクスの差し埋めまではいかないと予想しております。これ理由なんですけれども、これなんでかっていうと、リンクスやってるけど OCG はやってねえっていう層が一定数存在してまして、僕の周囲にもめちゃくちゃ多いんですよ。こういう層が結構メインであったりします、デュエルリンクスをやっている層は。でこれなんでかっていうと、やっぱりねその昔ながらの遊戯王が好きっていうのもあるし、スマホで気軽に楽しめる、手軽に楽しめるっていう側面もある、そしてキャラクターゲーとしてのごっこ遊びの需要っていうのもあるので、これ対してマスターデュエルってワンデュエル30分とか余裕でかかると思うんですよ。めちゃくちゃ長いし、カードの種類とかあとコンボとかもう非常に多いし、展開ルートとかも覚えないといけないんで、めちゃくちゃハードルは高いんですよね。そのいきなり
デュエルリンクス、間違えた、マスターデュエルか、マスターデュエルを始めようと思ってできるゲームじゃないと思うんですよ。そんなに簡単なゲームじゃない、遊戯王っていうのは。皆さんが一番よくわかってると思いますけどね。ポケカみたいに、なんかさらっと始めてできるようなゲームじゃないんですよ。ルールが複雑だし、カードのテキストもめちゃくちゃ複雑なんで。ルールは一見複雑そうに見えて、複雑だぜつってね。なんで、マスターって結構やっぱ忙しい社会人とか初心者が気軽に遊べるゲームじゃないなと思ってるんで、結論、デュエルリンクスのスピード感とかゲーム性、まあ、が好きなプレイヤーっていうのは残るんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、私もどっちかっていうと OCG よりはデュエルリンクス寄りの人間なので、どう考えてもね。なので、これはね、多分ね、そういう人多いと思う、結構。だからデュエルリンクスも差しまではいかないなというふうには僕は思っています。で、個人的に思ったこと4つ目、マスター実装で OCG のじゃあ売り上げとか人口っていうのはどうなるのかっていう話でね。これもまあ、ある程度人は流れると思いますよ。ただし問題にするほどではないと予想してます。これ理由なんですけども、やっぱりですね、カードショップ、まあ、店舗ですね、店舗がある以上、今後も OCG の大会、まあ、非公認大会、公式大会含め、これは開かれていくだろうと。だからそこをモチベーションに頑張る人っていうのはいるでしょうね。で、さらにコレクター需要、まあ、三沢さんとかね。ああいうなんか、カードを集めて叫んでるような人も多分結構いると思うんですよね。あと、金子さんとか、気まぐれクックの、とかもいると思うんで、だから、現物を、まあ、収集して飾っておくとか、そういう人は多いと思いますね。で、さらに、やっぱりね、現物を触って、対面して、デュエルをするっていうのはね、楽しいんですよ。これね、麻雀とかもそうじゃないですか。ネットでやるのももちろん楽しいけど、やっぱ人と会話しながら、なんだかんだ言いながらやるのって楽しいじゃないですか。だから多分ね、そういう需要って多分あると思ってて。だから、対面のデュエルをするっていう、その行為自体、要は体験を、売ってるみたいな。まあ、それはね、なくならないと思う。個人的には。で、まあ、もしかしたらなんですけど、OCG のカードを読み込ませたら、マスターでも使えるとかあるかもしれない。ないと思うけど、多分、コナミの売り上げ的に、おそらくないと思うんだけど、もしかしたらこういうこともあるかもしれないんで、まあ、カード入手の方法でどうなるのかっていうのは、ちょっと問題ではあるんだけども、まあ、結論としては、今まで通りね、OCG を楽しむ層は一定数、私は残り続けるんじゃないかなというふうに思っております。さあ、お次はですね、クロスデュエルっていう、遊戯王クロスデュエルっていうのが、新しくね、これ発表になったんですけども、これね、情報が結構少なかったんですけども、情報一応まとめておくと、新世代4人対戦カードゲームであると。なんかそのタッグフォースみたいな感じになるんですかね。4人同時に対戦できる新コンテンツを開発中であるよっていうことが発表されました。もう本当にこれぐらい、情報は。で、個人的に思ったことなんですけども、最初にイメージしたのは、やっぱりその遊戯王デュエルモンスターズのバトルシティ編で行われていた、デュエルワイヤルっていうやつあるじゃないですか。マイリックと城之内と海馬と遊戯さんで、なんか4人で、なんか誰が誰と戦うかみたいなのを、そのなんか4人で一戦デュエルして決めるみたいな。あれみたいな感じになるんですかね。ちょっとまだわかんないですね。で、タッグデュエルみたいなことが、できるのかもしれない。これわからん、まだ。だから、もしかすると、タッグデュエルじゃなくて、もう全部敵だとしたら、ワンターンスリーキルがね、可能になる可能性もね、あるんですよ。5Ds の伝説のシーンですね。あそこのシーンが、もしかしたら可能になる可能性もある。だから、プルガトリを出して、全フィールドの全モンスターにぶん殴って勝つみたいなこともあるかもしれません。わかりませんが。ここはちょっと情報が少なすぎてね、考察難しいんですけど、ガチで楽しみっていうのは確かです。はい。というわけで、全体の結論としては、この遊戯王デジタルネクストの全体的な結論としては、全部楽しみなんですよ。全部楽しみなんですけども、俺一人じゃ足りん。無理や。これを全部俺一人ではできん。誰か助けてくれと。これ無理無理。これ4つもタイトルあったら無理だよ、これ。俺一人でやってるからさ、常に。一人で動画を、デッキ作って動画、撮影して編集まで全部一人でやってるんで、マジでこれね、無理だと思うわ。一人でやるのは。ということで、誰か、一緒にチャンネルやらねえか。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。